新しい生活スタイルが注目される昨今、移住におすすめのエリアがここ福島県域。10市町村で構成され、東京からは東北新幹線でおよそ1時間半。自然を身近に感じられる暮らしやすい場所。セカンドライフ、セカンドキャリア、スローライフにもぴったりの地域です。うわー、気持ちのいい景色。ここからは福島市を一望できます。こんにちは、小野美希です。私は福島県会津若松市出身でフリーアナウンサーとして働いています。私もこのエリアが大好きです。この動画では移住してみたいという方の暮らしをしっかりとサポートする心強いメンバーを紹介したいと思います。私たちと一緒に新しいライフスタイルを作っていきましょう。おいでよ福島県域。まず最初は福島市にあるコラッセ福島。移住したいと思っても、やはり不安に思うのは仕事ですよね。こちらでは様々な相談に乗っていただけます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふるさと福島就職情報センターの小宮です。当センターはですね、福島県内で働きたいと思っている方、就職活動を支援する窓口になっております。福島県内のどういった産業に魅力を感じているのかをお伺いさせていただきます。その部分で分からない部分がありましたら、適職診断というものがございますので、パソコンを利用して、診断をいたします。その後にカウンセラーとですね、面談をしていただいて、就職どういった職業を合っているのか相談させていただくことになります。就職が決まった後でもいろんな相談を聞いてくれるんですって。これは安心。私たちがしっかりサポートします。お気軽にご相談ください。続いてはこちら。うわー、中が広々していまして、大きな遊具もたくさんありますね。こんにちは、元気キッズパークの小暮さんです。こんにちは、ようこそ元気キッズパークへ。こちらの施設は、保護者様とお子さんとご一緒に遊んでいただく施設で、日本松市がやっている無料の施設になります。大きくは、ワンパクルーム、のびのびルーム、元気ルームという3つの大きなお部屋がありまして、それにそれぞれワンパクルームは体を動かして、それからのびのびルームは小さなお子さんが遊ぶところ、元気ルームは、力いっぱい飛び跳ねたり転がったりできるお部屋になってます。こうした施設が近くにあると子供と遊ぶ場所にも困らないし、ママ友もたくさん増えそう。子育て一緒に楽しみましょう。お待ちしてます。餅つきしてますね。こんにちは、大友さん。こんにちは、ご無沙汰しております。こんにちは。この重みで地元の方もウェルカム。福島市の米農家大友さんに自慢のお米でついたお餅をご馳走していただきました。よいしょよいしょ。もちろん私もお手伝い。よいしょ。いただきます。引き立てのお餅は最高。神奈川県から移住され農業支援に携わる永井さんも一緒に舌鼓。やっぱりその東京で食べてるものと全く違うものがあるっていうことですよね。何を食べても味が違うなっていうのを感じていて、本物の味をこう首都圏の人に出せるっていうのは最大の魅力だし、あとそれがね、こうここに来ないと分からなかったってことがあるんですよ。実は大友さんも結婚を機に福島市に移り住んだ方。そのやっぱ知らないところでやるっていうのはなかなかハードルが高いんで、私らもできればその来たいという人にはできるだけ
協力できることは協力したいし、少しでもこう自立してやっていけるような情報提供とかを伝えていきたいなっていうのは思っておりますので、まあ、ぜひこう住んでみてその1年1年経過して良さが分かりますので、来ていただきたいなと、一人でも多くの方に。地元の方も皆さんを応援、心強い味方が待っていますよ。いつでも声かけてください。そして私がこのエリアをおすすめする理由、それは充実したレジャーです。すぐ近くには天然温泉、気が向いたらすぐに入れちゃうからお肌もすべすべ。自然も身近だから登山にスキー、キャンプなど四季を通じて一年中遊べます。私も思わずワクワクがいっぱい。とても皆さん優しくて自然もいっぱい、暮らしやすい場所だと思います。福島県域で憧れの暮らし方、皆さん実現してみませんか？詳しくは福島県域10市町村の移住・定住窓口へご相談ください。お待ちしています。